今年2月、いわち市医療センターの講堂に重い障害を持つ子どもたちが集まりました。およそ100人の聴衆を前に、その母親たちが演壇に立ち、子どもと共に思いを伝えました。娘にとって学校生活やデイサービスに通所するのは楽しい日常です。そこを諦めなければならないということは胸が痛みますし、エレベーターが停止したら障害者は日常生活を送れないよね、仕方ないよねというのが現状です。母親たちが語ったのは災害の実体験です。そもそも私たちは避難所へ行くという選択肢は考えていませんでした。でもなぜならば、室内までバニーに入ることはできるのか、医療機器を使用するための電源は確保できるのか、十分なスペースはあるか。台風による水害や度重なる地震に見舞われる中で、どんな生活を送り、何が必要かを子どもたちと共に訴えました。いわき市にあるドリームズ。心身に重い障害があるなど、医療的ケアが必要な子どもを預かる施設です。2019年の台風19号で被災し、今は別の場所で運営されています。代表の笠間真紀さん。講演会を主催した会の代表も兼ねています。災害の時、障害児をどう守るのか。台風で被災して以来、笠間さんたちは考え続けてきました。講演会の4ヶ月前、いわき市医療センターの一室で会議が開かれました。3年前の今日、今頃はもう泥だらけになって、泥かきをしている日でした。この日は10月13日、台風19号から3年となる節目の日でした。いわき病院の皆さんに助けられて、イオンはショートステイを使い、ドリームズのみんなで泥かきをして、ドリームズの中でも被災したスタッフもいましたし、被災した他の利用者さんもいましたし、障害福祉課も天敵前だったと思うんですけど、私たちはもう本当にその場にいて、あの匂いを嗅いで、あの泥の中で生活をしていました。笠間さんは重い障害を持つ息子リオンさんと共に臨みました。会議のテーマは災害時の個別支援計画を作ること。リオンさんをモデルケースに、いざという時誰が見ても支援につなげられるような計画書を目指します。たった一人のその障害児の支援のためにこんな人数が集まって、でこんなに時間かけるのかっていう思いは、あるかもしれないですけど、まずそういう重症度の高い子から計画を作って。会議を取り仕切る本田義信医師は、具体的な事例が一つできれば他の災害弱者への支援につながると説明します。で今回僕たちっていうか、僕が一番重要視しているのは、その笠間さんの途中の話でもありましたけど、こういう計画を作ることによって、その地域の連携を作っていくっていうのが、障害者や高齢者など災害の際に支援が必要な人の避難計画を作ることは市町村の努力義務となっていますが、県内で対象者全員分の計画を作った自治体は4つにとどまっています。メンバーはその後も話し合いを重ね、実際の避難訓練も行いました。2月の講演会はその成果を多くの人に伝えるためのものでした。講演の後に行われたパネルディスカッション、ある言葉が飛び交います。今回訓練をやっていく中で、家族がやっぱり地域の人にこう自分から声をかけられるような、地域の方と接する機会があればもうちょっとこう積極的に話したりできるんでしょうけど、子どもたち地域の中で育っていくものです。
発言した人の多くが地域という言葉を口にしました。障害児を持つ家族だけが当事者ではなく地域で支える課題だという意識が広がりました。ミーフェインさんとかがうちの内情を知ってくれて会えば挨拶してくださったりとか今度タケノコ掘りやるからおいでとか言ってくださったりとかなんかそういうのがすごく嬉しいなって。参加してくださったお一人お一人の気持ちの中にこう課題だったりとか今後の思いだったりとかがお届けできたかなっていうのはすごく思っています。災害弱者と言われる人たちの課題の当事者とは誰なのかということですよね。皆さんの声を聞くと地域に暮らす一人一人がその当事者なんだなと感じました。笠間さんたちは今年も場所や想定を変えて障害児の避難訓練を行うということです。